そう、中に入ってるか入ってないかの違いだから。できました。痩せたでしょ。やみ上がり。胃の中入り同じ。いただきます。うまっ、うまっ。お稲荷さん、お稲荷、口の中でお稲荷。うん、これを食いたかった。あのね、一人もだったらいいけど、あの家庭持ってる人やめた方がいいよ。あのよあのさ、嫁さんがさ、これ作ってドンって目の前に怒られたら、なんですかこれはってなっちゃうから、これはやめた方がいいよ、嫁さんはね。うん、味エイトスタイルです。お袋の味です、これ完全に。うまい。お稲荷さんマジでうまいから、俺好きなのよ、あの甘いね、お稲荷が嫌い。あ、20個です。うわ、20個っていくら500円。うわー、まあまあありがとうございます。最強婦人部来た、これ。1万円か。ペガサス、まあまあありがとう。1万円来た、これ。うん、甘くない。煮物、煮物だね。めちゃくちゃ何個でもいけるよ。もうね、一人暮らしってこういうのでいいのよ。だって食べるのは一人しかいないんだから。待って、この油揚げね、真ん中空いてなかったのよ、めんどくせえじゃん。なんでうまいんだろうな、酢飯とさ、めんつゆでさ、煮込んで油揚げだけなのに、なんでこんなに美味しいの、これ。なんでなの、これ。めちゃくちゃうまいんだけど。好きナイス。うまっ。毎日これでいいかも、これ。髪も伸びるよ、そりゃ。全然いってないもん。麻婆豆腐あんまりおいしくない。うわー、スノーマビルナイス、やるやん。うわー、まあまあありがとう。ドンチキ東北ママ、なんだ、あそこ東北じゃない、あそこなんていうの、なんていう地域、島根とかあっちの方ってなんていう地域。なんていう地域、あっちは北陸か、山陰、山陰ママナイス。島根だよ、四国じゃねえわ。山陰ナイス、山陰ママナイス。中国地方見てくれてる。ほんま、横須賀忘れしまったの、ドンチキ忘れるわけないだろ。
横須賀ナイス。一発目実炊しました。大阪もナイスして2500でナイス5個。うわうわありがとうございます。大阪ナイス。おー国名さん花火ナイス。あ、ナースさんなんだ、ありがとう。ナイスします。最後のやつありがとうな。うまいよ。何個でも切るよこれ。これ油揚げですね。お揚げ。お稲荷さんってあのほら入れるのがめんどくさいでしょ。だから丼にしちゃったのよ。うん。めちゃくちゃうまいです。半端じゃない。試してみて。マジであの甘いあのお稲荷さん騙されてるから。甘いお稲荷さんマジやめな。甘いお稲荷さん食べてる人でしょいつも。お稲荷って言ったら甘い油揚げだって言ってる人いるでしょ。あのマジで甘くないお稲荷さん自分で作れるから作って一回。マジでこっちの方がうまいから。好きじゃねえよ、まずいんだわ俺からしたら。そんなもん甘い方がうまくねえわ。何個でも食えねえだろそれ。これ何個でも食えるんだわこれ。あ、甘くないから作ったの、油揚げ。本当はその醤油とかみりんとか入れて作った方が美味しいんだろうけど、めんつゆと水で何個でも食えるわこれ。俺これで育ってるから。ちょっとすなっち、こっちは全然うまいし、病院食より。声が深い？お前の名前の方が深いだよ。なんだトイレって。来んなよ。飯食ってんだけど。来んなよ、お前。便所太郎みたいな名前しやがってよ、この野郎。飯食ってんだよ、こっちは。なんだトイレって。ご飯作れるよ。シャバに出てて一発の飯これです。自炊めちゃくちゃうまいです。うん、半端でね。ちょっと食べたかった。出所ナイス。もうなくなっちゃう。最後の1個食べたい人いる？食べたい人は？食べたい人いるこれ？しょうがないよ、巻いてやるよ。はいはい、早くご飯こぼれちゃうよ。早く口開けないと。ほら
半端じゃないんだけど、汗が汗半端じゃないですけど、さっきお風呂入った半端じゃない。稲荷食ってるだけでこれ、これ運動しなくていいよこれ。ねえ、やばいんだけど、めちゃくちゃうまいんだけど。ね、米は何合か、何合なんだろう。砂糖のご飯2つ。代謝が良くなってるってことこれ。新陳代謝ナイス、痩せたやん。もっと全然痛くないっす。絶好調っす。高いやつなのこれ。値段見ないで買ったけど、油揚げ1個しかなかったから。飲み物もほら、ちゃんと体の健康を考えてね、買ってるんですよ。トマトジュースにして、で、自炊ですよ、自炊。すごいでしょ、トマトナイス。焼肉とか食べないですね。またモテちゃう。リコピンナイス。扁桃腺取ってないっす。115ぐらいになった。いや、あのツイッター見てよ。見てないってことじゃん。ツイッター乗っけてるからね、体重。なんで見ないの。意識低いんじゃないの。ここで115キロぐらいになったとか言ってる人、意識低すぎる。ツイッター見てませんって言ってるのと一緒だからね、それ。ツイッター見てね。ウーバー姉ちゃん泣いてる。顎も首もある。シュッとしたでしょ。暑い。 まだ食ってない。ラスト1個。油揚げ残っちゃったな、どうしようかな。誰か油揚げだけでも食べたいよって人いる？油揚げ残っちゃってんだけど、取り来る？いらない？カレーじゃねえんだから。カレーだったらいいよ。お稲荷さんを晩飯と朝飯で食いたくねえんだよね。いやー、ちょっと2日目はちょっと油揚げ欲しい人いる？あ、うどんでも使えるよ。どん兵衛でさ、油揚げもっと足んねえなみたいな、もうすぐこうだなみたいなとかあんじゃん。油揚げ欲しい人いる？油揚げ欲しい人、マシマシにしたい人いない？わー、うんやん、サンドンチキやるやん。痩せたんだよ。109キロだよ俺今。100キロ超える、あのあれだよ、超えちゃダメなんだよ。100キロ切る勢いだよ。悪いけど、109なのよ。
きりしょ、すっきりしたでしょ。入院は良かったのか分かんないね。もうすごいしんどかったよマジで。いつ来るか分かんないさ、あの緊張感は分かる。個室なんだけど、俺の方が偉いんだよ、お金払ってんだから。でもなんかこう来たら来たで、あっ賛成みたいになっちゃう、あの空気感がすごい嫌だよ。なんか支配されるじゃん、ナースに。坂田さん、検温の時間です、点滴変えますね、あっ、いっす、いっす、みたいな、あれが嫌だね。あ、不白までです、あれが何とも言えない、なんかあの空気独特の、自分の部屋なのに自分の部屋じゃないみたいな、うん、支配されてる感じ、わかるね。あれが嫌だわ、なんか自分の家じゃない感じ。誰、いつ人が入ってくるかわからない状況って嫌じゃない。チンコも触れねえよ。うん。それでやっぱ個室なんだけど、ベランダに通じる道があったのね。それ見つけちゃったのよ俺。見つけちゃって、なんかこう鍵があるね、この内側からかける鍵。その鍵に透明のプラスチックのカバーがあるのね。それがパカッと取れたのよ。と思って、取れたと思って、でカチャンってやったら開いたのよ。うわこれ外でベランダで吸えんじゃんと思って、もうずっと葛藤してたのよ。でナースさんが来る時間帯全部メモしておいてさ、これ絶対来ない時間帯ってあるなと思って、夜とか。でもずっと我慢してて、でも我慢して吸った方がめちゃくちゃ美味しいだろうなと思って、あのその何もう来ない時間帯分かってて、すぐそこにベランダがあってタバコも持ってきてる、吸える状態で、あのずっと我慢してて、すごいストレス溜まったね。我慢した、もうそこ吸えるんだよ、夜中なんか絶対分かんないんだから、ベランダ出たら。我慢した、今吸いたい今吸いたいって思ったけど、うわ今なんだよな、今なんだよって、今吸ったらめちゃくちゃうまいんだろうなとか、 いろんなこと思ったけど、病室のベッドで寝れないですね、全然寝れない。うん、匂いでバレるよ、それも思ったんだよ。なんか吸った後って 手につくじゃん匂いが、だからあのハンドソープでブワーって洗ったりして、で服につかないようにでやろうかなとか、いろんなことを思ったよ俺だって。 手に匂いがつくからねあれって、だから本当はビニールテープして吸おうかなとか、いろんなこと思ったけど、バレるのかなやっぱり。あ、髪の毛についちゃう、かわいいなやついないっす、おばちゃんばっかり。ここにいるリスナーさんのがかわいいよ、全然かわいいよ。うん、なんかこの人絶対日本人なのになと思ったけど、片言だったり、あれなんで片言なんだこの人って。あ、私バレた、まあ、バレたらバレたでさ、ワンチャン強制退院なんねえかなとか一応思ったね。わざと吸ってやろうかなみたいな。すいません、これ灰皿あのカンカン入れちゃったんですけど、これどこ捨てたらいいっすかとか言って、あ、ダメなんすか吸っちゃう、あっとか言って、佐賀さんそういうことされちゃうと強制退院になっちゃうんす。え、マジっすか、すいませんっつって、あの最悪あの強制退院になろうかなと思ってた。がっつり怒れんの、もうそれぐらい退院したかったね。もうシャバに出て